木部は根で吸収された水、無機養分の通路となり、また植物体を支える強度を付与する。一方、支部は光合成産物などの有機物の通路となる。木部とは、異関束植物の異関束を構成する二つの複合組織のうちの一つであり、導管や仮導管組織、木部繊維組織、木部重組織からなる。また、形成される場所によって、 長短分裂組織に由来する一次木部と、イカンタバ形成層に由来する二次木部に分けられる。木元植物では、普通系や根の大部分は二次木部で占められる。木部は、水や無機養分の通道、及び植物体の機械的指示の役割を担っている。ひまわりの茎の一次木部。厚い細胞壁の大型の細胞は、同感要素。 その周囲の薄い細胞壁の細胞は、キベジ重細胞やや左下の厚い細胞壁を持つ小型の細胞は、キベセニー。奈良の茎の二次木部。大型中型の細胞は、同感要素。大部分を占める小型の細胞は、キベセニー。横向きの筋のように並んでいる構造は、キベジ重細胞からなる放射組織。木部は、環状要素、キベセニー、キベジ重細胞からなる。 これらの細胞は、キベ要素とも呼ばれる。キベ重細胞以外は、普通目下した、厚い二次細胞壁を持つ、死んだ細胞である。トウモロコシの茎の縦断面。中央付近にカイモニ飛行を持つ銅管が見える。コロラドモミの仮リ銅管組織の縦断面。仮リ銅管の間は、壁鉱で通道している。感情要素は、感情の死細胞であり。 リグニンを含む二次細胞壁によって飛行した細胞壁からなる。環状要素の二次飛行の様式には多様性があり、寒門飛行、螺旋門飛行、貝門飛行、網門飛行、穴門,門飛行などがある。イカンタバ植物の環状要素には、銅管要素と仮銅管がある。いずれも、地下で根によって吸収された水や無機養分が地上部の茎や葉に供給される。 際の通路となる。仮導管の場合は、通道に加えて植物体の機械的指示も担っている。皮脂植物の多くは導管要素を持ち、上下端で縦に繋がって導管を形成している。導管要素同士の隔壁には線膏と呼ばれる穴があり、上下の空間は連続している。導管要素は仮導管に比べると太く短いことが多い。 皮脂植物以外の遺タバ植物は普通導管を持たず、仮導管からなる、仮導管組織が存在する。仮導管は、導管要素に比べて細長く、両端が尖った積む形であり、先行を持たない。水や無機養分は、細胞壁が飛行していない部分を通して通導する。この細胞壁が薄い部分はしばしば穴状であり、壁鉱と呼ばれる。壁鉱は、 銅管要素にも存在する。皮脂植物の多くは銅管を持つが、アンボレラか、四季見もどきか、山車か、様々な水生植物のように銅管を持たないものもおり、り無銅管皮脂植物と呼ばれる。一方、シダ植物やら死植物の中には、岩ヒバ属、特茶属、ワラビ、グネツムズナのように銅管を持つものも、少数知られる。 奈良の二次木部十断面。やや太く仕切りがある列は銅管。丸い細胞が縦に並んだものは放射やわら組織。それ以外の細長い細胞はキベ繊維。銅管を持つ植物はキベ繊維からなるキベ繊維組織を持つ。キベ繊維は細長い主細胞であり、仮銅管に類似しているが、より厚く飛行して、普通通道能はほとんどなく、 液口もあまり発達していない。ただし、仮銅管と繊維は、下記のように中間的なものもあり、明瞭には区別できない。感情要素として、仮銅管が主である植物では、仮銅管が植物体の機械的指示に用いられるが、導管が主である植物では、キベ繊維組織が植物体の機械的指示に用いられている。 キベ繊維はいくつかのタイプに類別されることがある。繊維カリド管は素ではあるがウエンヘキコを持ち、カリド管に似ている。一方、新生木繊維はウエンヘキコを書き、単ヘキコを持つ。また二次木部には、二次細胞壁形成後に、細胞分裂して、核壁を形成した繊維が存在することがあり、核壁繊維と呼ばれる。 同様に原型質を残したものとして、キベ重細胞に似た、大用繊維と呼ばれるものもある。核壁繊維や大用繊維は、機械的指示とともに、養分貯蔵にも機能していると考えられている。松賊の二次木部を断面。中央付近に、柔細胞で囲まれた、樹脂肪が存在する。横に伸びる放射柔組織も見える。 細胞内に見える黒丸は染色された核であり、これらの細胞が生細胞であったことを示す。奈良の二次キベ接線断面。左側に大きな広放射組織があり、他にも多数の単列放射組織が散在している。木部に存在する柔細胞は、キベ重細胞と呼ばれ、柔組織であるキベ重組織を形成している。キベ重細胞は、 基本的に木部における唯一の生細胞である。重細胞は普通薄い一時細胞壁を持つが、キベ重細胞の細胞壁は時に飛行し、単壁飛を持つものもある。キベ重細胞の主な機能は糖や樹脂、結晶などの貯蔵であり、他にも物質生産や物質輸送にも関わっている。二次木部のキベ重細胞には多くの感情要素と同様に、 超軸方向に連なる軸方向柔ら組織と放射方向に並んだ放射柔ら組織がある。皮脂植物の軸方向柔ら組織は、同管とは、独立して存在する独立柔ら組織と、同管に接して存在する随伴柔ら組織に、対別される。放射柔ら組織の中には、縦に一列に並んだものや、複数列に並んだものがある。 また放射重細胞は、放射方向に長い平腹細胞、長軸方向に長い直立細胞、統計的な方形細胞に類別される。このうち一種類の細胞だけからなるものを、同型放射組織、複数の種類の細胞が混在するものを、異形放射組織と呼ぶ。放射組織の分布様式に基づく区分もあり、同サイズの放射組織が均等に散在しているものは、 三在放射組織と呼ばれる。一方、小型の放射組織が密集しているものは集合放射組織と呼ばれ、さらに密集化して一個の大きな放射組織となったものは抗放射組織と呼ばれる。キベ重細胞の中には、それぞれ特殊な物質を含む異形細胞として、油細胞、結晶細胞、多質結晶細胞などが存在することがある。 例えば胃腸の木部には、周酸カルシウムの結晶を含む異形細胞が存在する。また二次木部では、軸方向、または水平方向に分泌道がしばしば見られ、乳管や単任管が存在することもある。球化類の木部では、エピセリウム細胞と呼ばれる重細胞で囲まれた細胞間劇が存在することがある。この間劇は、 エピセリウム細胞が分泌する樹脂で満たされ、樹脂肪と呼ばれる。カボチャ属の茎の一時木部。中央付近に螺旋門道管左側に太い海門道管が存在。木部は形成される場所に応じて一時木部と二時木部に分けられる。超短分裂組織に由来する全形成層から形成される木部は一時木部と呼ばれる。すべての遺憾タバ植物は、 一字目部を持つ。一字目部のうち、最初に分化する部分を、原生木部、その後に分化する部分を、構成木部と呼ぶ。原生木部の環状要素は、直径が小さく、二次細胞壁の飛行様式は、普通関門や螺旋門である。一方、構成木部の環状要素は大きく発達しており、二次細胞壁の飛行様式は、開門網門または、 穴門であることが多い。原生木部は、軸の伸長や構成木部の発達に伴って、崩壊し、派生細胞感激となることがあり、特に原生木部感激とも呼ばれる。原生木部と構成木部の位置関係は、植物群及びその器官によって異なっており、以下のように類別される。金宝下属の根の遺憾束。木部は三方向に突出しており、 外縁部に直径が小さい細胞からなる原生器部、中心側に直径が大きな細胞からなる構成木部がある。わらび属の根茎の遺憾束、木部のうち直径が小さい細胞からなる原生木部が中心部にある。車軸相続の茎の遺憾束、木部のうち内側に直径が小さい細胞からなる原生木部がある。 茎や根において、一時木部と一時支部の間に生じた分裂組織である、イカンタバ系生層から形成された木部は、二次木部と呼ばれる。二次木部は、普通イカンタバ系生層の内側に、付加されていく。イカンタバ系生層による二次成長を行う植物は、二次木部を持ち、このような植物では普通系屋根のほとんどは二次木部で、占められている。 生物学における材、木材は二次木部のことを意味する。二次木部では一次木部に比べて構成要素が放射方向に整然と並んでいる傾向がある。ンタ束形成層には細長い防水系資源細胞とほぼ統計の放射組織資源細胞が存在する。防水圏資源細胞からは銅管要素や仮銅管のような環状要素、キメ繊維、および 軸方向やわら細胞が形成される。一方、放射組織資源細胞からは、放射重細胞が形成され、休火類では、放射方向に伸びる放射り銅管も形成される、ことがある。また、皮脂植物では、二つの銅管要素を先行を通して、つなぐ特殊な細胞が形成されることがあり、有線鋼放射組織細胞と呼ばれる。 このような放射組織資源細胞に由来する細胞から、なる組織は、放射組織と呼ばれる。同一の放射組織資源細胞に由来する、放射組織は、木部へ伸びるものと、支部へ伸びるものが連続している。放射組織の機能は、同化産物など、物質の貯蔵と、放射方向の物質輸送にある。木元の茎の模式図、1、随、2、3、2次、木部、 4. イカンタバ形成層。5. 二次支部など。6. 週替は二次木部は、遺憾束形成層から内側に向けて形成される。松属の根の横断面。二次木部が発達し、中心部3、4ほどを占めている。ユリの貴族の茎の横断面。左側の緑色の部分の内縁が、遺憾束形成層。中央の単色部がずその間が4年分の二次木部であり。 明瞭な放射組織も見える。新材と偏在ヨーロッパ一位の茎の横断面。終焉部の偏在と中央部の新材がはっきり分かれている。下の新材は紫褐色、重厚で緻密であり、沈長される。軸の終焉部にある二次目部、つまりより新しい二次目部は偏在と呼ばれる。偏在は軸方向やら組織や、 放射やわら組織など生きた細胞を含み、支持機能とともに、通動機能や、貯蔵機能を持つ。色素などをあまり含んでいないため、新材に比べて、色が薄く、俗にしらた白た、白材とも呼ばれる。一方、軸の中心部にある二次木部、つまりより古い二次木部は、新材と呼ばれる。新材には生きた細胞が、全く存在せず、通動機能や、 貯蔵機能が失われている。一方で普通硬化し、機械的指示機能が増している。リグニンやポリフェノールなどが多く沈着し、しばしば着色しているため、俗に赤身、赤身、赤身、赤肌、赤剤とも呼ばれる。黒炭や死炭はその名が示す色をした芯材が利用されている。またログウッドの芯材から抽出されるヘマトキシリンは、 細胞核などの染色剤として用いられる。偏剤と新在の境界部は異光剤と呼ばれ、フラボノイド合成系などの活性が高く、ポリフェノールやフラボノイドなどの新在成分が生成されている。一方で、トドマツや青玉のように、新在成分が少なく、新在と偏剤の区分が不明瞭なものもいる。また偏剤でも、 そのすべてが通水に用いられているわけではない。最も新しい年輪のみで通水するもの、各年輪の外側で通水するもの、各年輪の内側で通水するものなどが知られている。年輪品の貴族の茎の年輪。外側がより新しい。松族の茎の二次木部横断面。総菜と全粘土の万歳の境界が明瞭。 遺憾多場形成層から1年間に形成された二次木部は、環状になり、年輪と呼ばれる。四季がある地域では、遺憾多場形成層の活動が、季節によって大きく変動するため、1年ごとの年輪が明瞭に区別できることが多い。春から初夏にかけて作られた二次木部は、総材と呼ばれ、環状要素の小道が太く、比較的柔らかく名色であることが多い。 一方、夏から秋にかけて作られた二字木部は、万歳と呼ばれ、感情要素の小道が細く緻密であり、比較的硬く、色が濃いことが多い。万歳と次の年の総菜の間には明瞭な境界が存在することが多く、この境界は、年輪界と呼ばれる。一方、四季が不明瞭な地域では、年輪がはっきりしないことが多い。 また、雨季と寒季に対応して形成された年輪様の構造は成長輪とも呼ばれる。年輪の幅は環境条件によって変動するため、これをマーカーとした木材の年代推定が広く行われている。材のタイプ材の操作型電子顕微鏡像。奈良の材は有効材であり鉱材。松の材は無穴材であり難材。二次木部は銅管の有無や、 その配列などに応じて、以下のように類別される。材における、各要素の形、大きさ、密度、配列様式などには、大きな多様性があり、材から樹種を同定できる。また横断面から見た同感の配列様式に応じて、以下のように類別されることもある。一位属の材、カエデ属の材、クルミ属の材、アメリカトネリコの材、ニレ属の材、 ありがとうございます。